全部できたらマジですごい。2024年度高校入試に出されたレアな問題。社会編。イギリスが高緯度でも冬に比較的温暖なことに影響を与えている海流を答えよう。正解は北大西洋海流。龍安寺は何州の寺か。正解は臨済州。就業時間などの労働条件の改善を求められるようになったことを受けて1911年に制定された法律は何か。 正解は、工場法。環境や人権、社会倫理に配慮した商品を選ぶ消費活動を何と言うか。正解は、エシカル消費。作物を育てるのに適した土を他の場所から運び込むことを何と言うか。正解、客道。資料のような経済状況を何と言うか。正解は、デフレスパイラル。消費税のような税が持つ、所得が低い人ほど。 所得に占める割合が高くなる性質を何というか。正解は、逆進性。